どうもキラです。よろしくお願いします。以前こんな動画を作りました。80年代の最強洋楽名盤を紹介するというものです。いやどれも本当にいいアルバムでしたね。もう紹介してる自分もねテンション上がりました。で今回はですね70年代の洋楽最強名盤10選紹介しようと思います。70年代もね洋楽はもう名盤てんこ盛りですからね。10枚に絞るのがね大変なぐらいですよね。あくまで僕がレコードとして持ってるものの紹介になりますが、よければお付き合いください。ではまずこちらピンクフロイドの狂気です。いやすいません、いきなり本命持ってきちゃいましたね。全世界で5000万枚も売れたモンスターアルバムでございます。こちらはいわゆるコンセプトアルバムです。曲感がほとんどなく、アルバム全体を通して一つのテーマを表現しています。まあこう偉そうに言っておきながらなんですけども、僕もこのアルバムが完全に理解できたかと言われると難しいところなんですけどね。今はサブスクで1曲単位で聴くのが主流ですけども、こういうアルバム全体で1曲みたいなコンセプトもやっぱり素敵ですよね。その中でもシングルカットされたマネーは小銭の音とかレジのチャキーンって音が入っててね、とても面白いですよね。7拍子っていうなんかもうとんでもない変拍子の曲なんですけども、なぜかポップに聴けちゃうんですよね。そしてこの狂気って放題が結構かっこいいですよね。この帯の文字もなんか狂気じみててかっこいいですよね。そしてヒプノシスによるジャケットも有名ですよね。これねほんとシンプルだけどかっこいいですよね。あとまあどうでもいいんですけども、皆さんこの画像を見たことありますか？サライさんのカツオくんです。これネットでは結構有名なコラ画像なんですけども、誰が作ったんですかね。位置を聞いて銃を知るみたいな悪ガキのカツオくんらしい画像だと思うんですよね。僕これ結構好きです。続きましてクイーン2枚目のアルバムクイーン2です。いやー僕はクイーンがめっちゃ好きなので70年代何選ぼうかなってなったんですけど、まあ今の気分は2かなって感じです。もう説明不要なぐらいの名盤なんですが一応解説しますね。 A 面はギターのブライアンが主導を取ったサイドホワイト、そして B 面はフレディが主体となったサイドブラック、こういう感じの2つパックリと分かれたコンセプトで作られています。このジャケットもかっこいいですよね。表は真っ黒なんですけども、はい、中はサイドホワイトということで白いんですよね。サイドホワイトももちろんいい曲が多いんですけど、まあ、やっぱり B 面のねサイドブラックのメドレーがすごいんですよ。曲感がほとんどなくてねずらーっと繋がっていきます。このメドレー本当に凄まじいです。聞いたことないっていう方はねぜひ聞いてみてほしいです。クイーンの初期の頃は結構ハードロックめな曲が多いんですよね。中期頃から結構ねポップな感じになっていくんですよね。 1,2,3 枚目ぐらいまでの雰囲気が一番好きっていう方もね多いと思います。続きまして T-Rex のエレクトリックウォーリアーです。いやまずねこのジャケットめっちゃかっこよくないですか。僕のこの部屋ですね、上の方にレコードを飾れるスペースがあるんですけど、もうまず最初にこれを飾りました。このジャケットのデザインも先ほどの狂気と同じくヒプノシスです。またまたねシンプルながらかっこいいんですよね。 T-Rex といえばグラムロックですよね。グラムロックのちょっと怪しい雰囲気がバリバリ感じられるとてもいいアルバムだと思います。 Get It On というヒット曲がね収録されています。 T-Rex の1、2を争うぐらい有名な曲ですね。あのギターかっこいいですよね。ジャツッジャツッジャッジャッジャッってやつ、あのリフはこうついつい歌いたくなりますよね。最近ですね T-Rex をいろいろと聞いています。デビッドボーイのグラムロック系も結構好きなのでいろいろと共通点を感じます。あと他にグラムロックだとロキシーミュージックもね聞いています。グラムロックは日本の音楽にもたくさんの影響を残してますね。イエモンとか毛皮のマリーズとかボヘミアンズとかね。あとこちらの放題なんですが電気の武者です。まあエレクトリックウォーリアーをねただ訳しただけなんですけども、武者っていいですよね。サムライですよ。続きましてこちらです。スティービーワンダのキーオブライフです。こちらをねスティービーのフェイバリットにあげるという方も多いと思います。こちらは2枚組のオリジナルアルバムで、もうこれでもかってぐらい名曲が入ってます。サドゥーク、イズントシーラブリー、アイウィッシュ、ナックスミオフマイフィート、アズ、あーって感じでね、もう最強のねアルバムですよね。ていうかもうこれほぼベストアルバムですよね。いやよくこんな名曲たちを出し惜しみせずに2枚組で出しましたよね。一説によるとこのアルバムのレコーディングの時にストックは200曲近くあったらしいです。いや200ってやばいだろ。スティービーって本当に多作家らしいですからね、もう意欲が爆発したんでしょうね。続きましてデビッドボーイのハンキードリーです。ボーイは活動期間がとっても長いので時期によって音楽性をコロコロと変えていきます。その変わっていく中でも一番華々しくて有名なのがグラムロック期かと思います。グラムロックといえば1972年リリースのジギースターダストが有名ですが、僕はこのハンキードリーの方が好きです。ボーイのグラムロック期はハンキードリーから始まってるような感じがあるんですよね。ジギースターダストがエピソード1だったらハンキードリーはエピソード0って感じです。ハンキードリーは去年でリリースから50周年で、その時はピクチャー版がリリースされました。はい、こちらです。僕は買いました。こちらの開封動画も上げてますのでよかったらご覧ください。さて収録曲ですが Life on Mars が一番有名かと思います。リック・ウェイクマンのピアノが本当
に美しいんですよね。ミュージックビデオでは目の周りが真っ青なボーイが拝めます。あと1曲目のチェンジーズも重要な曲ですね。ボーイは自分の音楽性をコロコロと変化させていくわけですが、この曲はこれからの自分の活動を予言するような内容なんですよね。歌詞の内容をぜひ見てみてください。続きましてこちらです。オハイオプレイヤーズのハニーです。お恥ずかしながら僕オハイオプレイヤーズは去年知りました。友達に勧められて聞きましてめっちゃハマりましたね。ファンクソウルがね好きな方だったらね絶対ハマると思います。でこのハニーはですね結構人気のアルバムだからか中古でなかなか見つけれなかったんですよね。ただですねちょうど再販されるってことだったのでこの新品で買いました。こちらですねカラー版でとっても綺麗なんですよ。はい、こんな感じです。とてもね綺麗ですよね。ハニー蜂蜜色ですね。これはこれでね買ってよかったです。ハニーというタイトルの通り甘くてとろけそうな雰囲気のアルバムです。タイトル曲のハニーはメローなサウンドがねたまりませんよ。甘々なファルセットがね美しいです。サウンドだけでなくて歌詞の内容もかなり甘々なんでぜひ見てみてください。これは余談なんですけども、オハイオプレイヤーズのジャケットってだいたいエッディなやつが多いですよ。ちょっとねこれなかなかねお見せするのもちょっとやばいんじゃないかってぐらいですね。なかなかエッチな感じですから皆さんもねぜひ集めてみてください。続きましてキャロル・キングのタペストリーです。いやーまあこちらもド名盤ですよね。今回本当にね超ド定番ばかり紹介しています。こちらの放題つづれ折りです。この放題もね好きなんですよね。こういう名盤って放題もねしっかりといいものが多いですよね。ちゃんと意訳というかアルバムのメッセージを組んでくれてますよね。はい皆さんビートルズがやってくるやややの悪口はやめてください。アルバム全体を通しての柔らかい雰囲気がね最高ですよね。ピアノの音がすごく綺麗なんですよね。いい意味での古さ新かさを感じられるピアノの音だと思います。収録曲なんといっても超名曲の You've Got a Friend ですね。やっぱねこの曲は歌詞がいいですね。どこにいたって電話してくれたら駆けつけるよ。友達だもの。友達って大事ですよね。僕も人生でね何度友達に助けられたか。この曲はダニー・ハサウェイのライブでのカバーも有名ですね。あのライブ版でのお客さんの大合唱はもうたまらないですよね。続きましてカーペンターズの A Song For You です。レオン・ラッセルの A Song For You のカバーが収録されていましてアルバムのタイトルにもなっていますね。レオン・ラッセルと言いますとカーペンターズのスーパースターの作詞作曲もしていますね。収録曲は人気の曲がもう目白押しなんですが、その中でもやっぱり一番はトップオブザワールドですね。カーペンターズで一番有名な曲ですよね。お兄ちゃんリチャードの演奏するウーリッツァーというねエレピの音がとってもいいんですよね。 A メロ入る直前のデー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 っていうフレーズがね有名ですよね。このウーリッツァーなんですがカーペンターズの曲でたくさん使われています。ちょっとねコロコロと丸い感じの音がね特徴なのでぜひ聴いてみてください。あとこれカーペンターズあるあるだと思うんですけど、カーペンターズの曲の放題って似たようなのめっちゃ多くないですか。もう愛っていうワード使いすぎな気がするんですよね。このアルバムの曲だけでも愛って3回使ってますからね。ちょっと放題読み上げますから何の曲か当ててくださいね。小さな愛の願い、愛にさよならを、愛は夢の中に、全然何の曲か分かんなくなりますよね。続きましてイーグルスのホテルカリフォルニアです。はい、なんか今更喋るのが恥ずかしいぐらいの名盤ですね。まあ今回紹介するやつはね全部説明不要な名盤なんですけどね。この手の洋楽名盤の話をしてると自分もリアルタイムで聞いてみたかったなって思いますね。はい、話戻しますね。ホテルカリフォルニアリリース後はもうそれはそれは売れました。アルバムはグラミー賞を受賞していますね。タイトル曲のホテルカリフォルニアは僕高校生の時に初めて聞いたんですけども、本当に衝撃を受けましたね。歌詞の様々な隠喩や奥深さ、洋楽聴き始めの僕にグサッと刺さりました。そしてアウトロのギターソロ、もうこれがやっぱ一番最高ですね。僕ギターは弾けないんですけども、何のギターソロ弾きたいですかって言われたら迷わずこのアウトロのギターソロって言うと思います。ソロの後半ハモりながらテリリ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 っていうねループのフレーズが本当にいいんですよね。歌詞の最後の逃れられないループするっていう歌詞となんかリンクしてるのかななんてね思ってました。それでは最後です。ボズスキャックスのスローダンサーです。ボズといえばまずはシルクディグリーズという感じなんですが、今回はこちらを紹介します。まずジャケットがかっこいいですよね。なんともねアダルトな雰囲気がたまりませんかと思いきや、じゃん、こんなバージョンがあるの皆さんご存知ですか。はい、海パン一丁のボズです。絶対さっきの方がいいですよね。タイトル曲のスローダンサーがやっぱり一番好きですね。チャーチャラララララっていうね、あのストリングスがねムーディーでかっこいいんですよ。2003年にあったライブでもこちらは演奏されまして、その際はちょっとアレンジされていまして、ストリングスのメロディーがハモンドオルガンで演奏されていました。僕このアレンジが大好きなんですよね。ちょっと落ち着いた感じになるんですよ。ちょっとカントリーチックにもね感じられるんですよね。このライブはライブ版もありまして、サブスクにもありますので、よかったら聴いてみてください。はい、という感じで僕の持っている70年代の洋楽最強名盤を紹介しました。
本当にね、どれも最強の名盤でしたね。70年代もね、やっぱいいですね。80年代よりはちょっと土臭い感じがいいんですよね。皆さんも好きな70年代の名盤がありましたらコメントで教えてください。70、80年代と洋楽の名盤を紹介したので、次は邦楽の名盤をね、紹介しようかなと思います。このチャンネルでは、音楽好きの音楽好きによる音楽好きのための音楽チャンネルというのをモットーに日々動画を投稿しております。良ければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。 Shining